市役所の障害者雇用についてですね、先月29日ですね、市長は定例記者会見で障害者雇用率が 2.09%、 法定雇用率 2.5% を下回っていると公表されていますが、これは教育委員会と上下水道局を除いた数値であります。これらを含めた法定雇用率と実際の雇用率、雇用が不足する人員数等の状況はそれぞれいかがか伺います。法定雇用率 2.5% に対し障害者雇用率 2.09% で10人の不足となっております。また教育委員会につきましては法定雇用率 2.4% に対し 1.6% で5人の不足、上下水道局につきましては法定雇用率 2.5% に対し 1.38% で 1.5 人が不足している状況。市は今後法定雇用率を達成可能と考えていらっしゃるのか、達成状況を市のホームページで公表していかがでしょうか、伺います。現在長野市役所全体で先ほど申し上げましたが 16.5 人の不足が生じている状況から直ちに達成することは難しいかと思っております。しかしながら本市といたしましてもできるだけ早い段階で障害者の法定雇用率の達成を目指すべきであると考えておりまして、まずは2年後の平成32年度での達成を目標として取り組みを進めてまいりたいと考えております。具体的な取り組みとしてこれまで主に採用の対象としてきた身体障害者のほか精神障害者、知的障害者に対し採用を広げていくよう取り組んでまいります。このうち精神障害者の雇用につきましては本年度ハローワークに具体的な募集方法等を相談し非常勤職員の募集を実施したところであります。また知的障害者の雇用では特に障害者の方と業務をいかにマッチングさせるかが重要であると考えております。このため障害者福祉施設の協力を得て長野市役所において就業可能な業務の選定を行うとともに今後の雇用を視野に入れながらまずは施設外就労として知的障害者の方に市役所での業務に従事いただくといった取り組みも行っております。最後に本市の障害者雇用率の達成状況の公表についてでありますが検討してまいりたいと考えております。32年度達成を目指すという力強いお言葉がありました。